はい、皆さん、こんにちは。大城教授の、世界古代遺跡探訪4ですね。第4回になりました。長いあれなんで、ちょっとなかなかね、覚えられませんけど、今日はですね、サッカラにある、セラペウムという、ね、有名な、遺跡、これ見てみようかなという気がします。この、シリーズではですね、新しい情報もあれば、本当に20年、30年ぐらい前の情報もあったりなんかして、まあ最近のものはね、最近のもので面白いんですけど、昔の情報で、もう行けない場所とか、あれはもう破壊されてしまった場所とか、ね、そういうのもあるので、どちらも、いいんですけど、今日はちょうどその間ぐらいにあるかな。10年は経たないけど、7、8年前に僕が行った時に、まあちょっとね、写真を撮ってきたものをベースにお話をしようかなと思っているのですよ。有名な遺跡なので、まあ、サッカラ自体が有名ですよね。まあ、テレビでよく出てくる場所ですね。棺を出して開けたりとか、あの場所です。サッカラ。よくニュースになります。いろんなものが見つかります。有名なのは、階段ピラミッド。ジェシェル王、ね、ジェシェリケトという王様の、階段ピラミッドがある。最初のピラミッドとして知られているものですね。でその、マオキュイはその枠にある、サッカラというね、聖域の中に、このセラペウムと呼ばれている場所があるんですね。セラペウム、まあ、ちょっと見ていきましょうかね。セラペウムと書いてあります。看板があって、まあ、あっさりしてますよね。サッカラいろいろ見るとこあるので、セラペウムまで見ようという人はちょっと好きな、航海国が、それはエジプト史が好きな人ということになります。このように中に入っていきます。まあ、入り口になっていくんですけど、まあ、手前の方にはね、参道があって、スフィンクスが並んでるような、そういうのがあるイメージです。で、入っていくわけですけど、セラペウムは基本的には、ミイラにされた、聖なる牛であるアピスという存在のために作られた地下墓、地下のお墓ということになります。時期的にはですね、新王国時代、ね、から、まあ、その後半の方かな。から、プトレマイス朝時代にかけて、ずっと作り続けられた。かなりですよ。1000年にかないです。2000年とは言わないけど、っていう話ですね。ずっと使用され続けたということになりますね。で入っていくと、中こんな感じで。中にですね、まあ、地下墓なんでね。なんか通路があって、後で写真出ると思いますけど、ここに見えてるのは、石棺ですね。通路の、この両側に、スペースが、まあ、部屋のようなスペースがあって、そこに巨大な石棺がポンポンポンと入れられているということになります。まあ、碑文が見えてますが、光って見えてませんがね、シャッターの、ね、切り方が悪いんでしょうね。フラッシュの使い方が悪いんでしょうね。そういうこともあって、あまり見えてませんけど、碑文があったりするようなものなので、時代が分かったりするということになりますが、かなり大きな、ね、カルト史もありますからね、かなり大きな石棺だというのが分かるかなと思います。あとでスケールで僕の写真が出てきますけど、こういうものがあって、大きなものではですね、80トン超えると、80トン超えるんですよ。そういう巨大な石の、棺、石棺があるということになりますね。あ、こんな感じで、この両端にこうあって、ね、棺があってと、歴代の聖域アピスが眠っている、あれ眠っていた、ね、もうどんどん洞窟を受けてますからね、そういう状況なので仕方ないんですけど、まあ、あったということです。僕が、大学生ぐらいの時には、ここ空いていませんでした。危険だからです。危険というのは崩れる可能性があるからということで、デンジャラスな場所だということで、観光客は入ることはできませんでした。ただ、まあ、きれいに整備されてね、こうやって入ることができるようになって、僕は行けたということになります。それも、大前の話ということになります。今、もっと変わってるかもしれませんね。また余裕があったら行ってみようかなと。近くまで行くのですが、なかなか、意外とエジプト行くとね、やること多くて、時間なくて、まあ観光というか、新しいところを見るね、時間ないんですけど、ちょっと次回は時間使ってみようかなと思いますね。こんなふうに、たくさんあります。うん。みんな巨大です。まあ、1000年以上の枠でね、作られたわけですからね。横にこう鉄のあれがありますけど、鉄のあれっていうのが鉄の支えがありますけど、やっぱりこう崩壊を恐れて、きちんと整備されたと。エジプト政府頑張ったということでしょうかね。まあ、このセラペウムという名前なんですけど、これはローマ時代に入って、セラピスという神様が流行るんですけどね。そのセラピスという神様の神殿、これを、名称の元としているわけですね。セラピスは、プトレマイ朝時代、皆さんが知っている人といえば、クレオパトラ、ね、アイタの時代に、作られた神様です。新しく作られた神様です。もともと古代エジプトにいた死者の神であるオシリスという神様と、聖牛アピスがこう合体して作られた新しいセラピスという神様がいるんです。またこれはね、話すと1時間、2時間簡単に変わってきたので、また何か機会をね、作って話をしようかなと思いますけど、そういう神様の名称をですね、それをそのまま使っているということになろうかなと思います。セラピスに対する信仰は、ギリシャ・ローマ時代に世界中の至るところで流行します。流行と言っていいと思います。例えばギリシャであり、あるいはイタリアであり、トルコであり、一番遠いところでは、イギリスまで、ね影響がいって神殿が作られていくということになるんですね。それぐらい有名な神様になっていくわけですけど、その名称を拾ってきた、そういう場所だというふうに考えていいかなと思います。名前的にはね。もちろんアピスに関係するのでいいんですけど、ちょっとライトがね、当てられて見やすくなってます。破壊されて、盗掘されたということですね。大きさ、ちょっとまだスケールがないので分かりにくいでしょうけど、それだけでもね、これだけでもすごいなという気がすると思います。あまりにも大きいので、先ほど80トンと言いましたから、それだけでも大きいので、例えば、これは人間が作ったものじゃないんじゃないかとか、そういうことも言われるわけです。ちょっとどもっとしましたけど、地球外知的生命体が作ったんじゃないかとか、いう話も、ちらほら聞きますけど、人間が作ったものだと言っていいと思いますね。一応僕はそういう立場にいようかなと思います。綺麗にね、見えてます。ね、大きな話ですね。で、アピス、ここまでね、丁寧に、巨大な石棺に入れられて埋葬されたアピスってのは一体何なんだということなんですけど、これアピスはですね、メンフィスの、その都であったメンフィスの守護神であるプタハという神様がいるんですけど、このプタハの現世における、化身のような形、目に見える、そういう形のものだと。された聖なる牛なわけですね。確認されているのは、第一王朝の伝王の時代ですから、最初のエジプトの王朝ができる頃ですね。かなり古い、そういう信仰があるということです。エジプト最初からずっと信仰がされていた。ハトシェプスト城なんかも一緒に走っている姿が描かれたりしますから、要は王権とも密接に結びつくような、そういう信仰対象であったということなんです。かなりエジプト文明の中では、重要な意味を持つ、そういう存在が聖牛アピスだというふうに考えていいかなと思いますね。すごい特徴的な、牛で、ヘロドスは歴史の父と言われている、エジプトはナイルの賜物と書いた人ですけど、彼は、自分の本の中でね、アピスについて書いてくれてるんですけど、どういう、牛なのかっていう話で書いてくれてて、アピスはですね、母親の体内に稲妻とともに、生まれる、ね。稲妻がそのお母さんの牛に当たって、そして妊娠するという話が伝わっています。生まれると、額に、三角形のマークがあるとか、白いね、あったりとか、あるいは、下、ね、単のとこに、スカラベのマークがついてるとかね、あるいは尻尾が二股に分かれてるとかですね、かなり特徴的な、外見的なも特徴をね、備えた、そういう存在だったということが、書かれているわけですよね。そして神の化身である。と言われてるんですけど、もう一つ王の化身でもあるというふうに考えられたんですね。ですから、一人の王に対して一つの一頭のアピスの牛が存在するっていうのがエジプトの基本だったんです。アピスの牛が、正義アピスがなくなると次のアピスが探されます。国中を探します。見つからなかったでしょ、なかなかね。だって額に白い膜があって、下にスカラベのね、ふんころがしの印があって、尻尾が2つに分かれているような牛なんかいるわけない。わかりませんけど、いたんでしょうね。そういうこともあるので、なかなか難しかったと思うんですけど、まあ、だからこそ、こう、価値があるというかね、神として信仰されると、王の化身として信仰されるということになったと思うんですけどね。まあ、こういうですね、まあ、エジプトでは、動物が崇拝されるということがありました。正義アピスはその最たるものなんですけど、皆さんが知っているような有名なものとしては、バステトとかありますね。猫の女神、とか、あるいは知恵の神であるトト、ね、鳥の時の顔をしたトトシ。バステとかトトとかいうのも、特定の神域、聖なる場所があって、そこにいっぱい埋葬されるんですね。ですからもう何千何万というですね、猫のミイラとか、時のミイラとかが見つかる場所があります。まあそれは一つの習慣であり、信仰であり、流行でもあったでしょうね。僕らそれ聖獣崇拝と呼んだりなんかしていますが、このうちにもその信仰があったということになるんです。だから、新王国時代の第18王朝以降ですね、アピス、牛は魅落されて、そして代々ね、このセラペウムに埋葬されていくということになったということになるんですね。そして王の化身でもあるので、王のごとく扱われて、暮らして生きている時もね、神殿の横にね、特別の施設が作られ、そこで飼われるわけです。で、亡くなると、これも王にふさわしいぐらいの、レベルで、丁寧に埋葬される、ミイラにされて埋葬されたということが分かっているわけです。ミイラその他盗まれましたけど、この石棺見るだけでもね、十分その雰囲気が分かろうかなと思いますけどね。どうですか？十分感じれたと思うんですけどね。あ、こんな感じで、こう、今上げてますけどね。大体こういうことしますよね。観光客はね。この時は、これは一応、まあ、調査の一環ではありますけど、と時間ができたので、いろんなものを見ようということで行きました。工学の先生と行きました。まあ、駒澤大学は、先生連中ですね、非常に仲がいいので、調査、近い調査地域あったら一緒に調査したりね、研究したり、飲みに行ったりとか、いろんなことをしてるわけですが、その一環で、お城はこの駒澤大学サッカー部のユニフォーム着てますけどね。そういうことです。サッカーのユニフォームとかね、すぐ乾燥しやすいので、こういうところに着ていくのはすごくいいのですよね。そういうこともあって、よく、海外に出るときには着ていきます。清掃じゃないときにはね。で、まあ、セラペウにはこういう壁にこんな穴があります。何かわかりますかね。まあ、クイズになりそうな気もしますけど、ここにはめ込むものが当然あったわけですよね。わかりますかね。今ないですけど、ここにいろんな石が入れられてたんですね。まあ、持って帰りやすいので、持って帰った人がいるわけです。全部ないですね。だからたくさんのものがはまってたんでしょうね。すごい壮観な、情景が広がってたと思うんですが、残念ながらですね、盗まれたということになります。どこにあるんでしょうね。どっか違う国の博物館とか美術館に語られてるんでしょうね。それを全部返した方が本当にですね、エジプトにね。エジプトのものはエジプトにというのが基本だと思います。まあ、ただ、海外にあるからこそきちんと保存されたりね、修復されたりして残ってるっていうのも一方であるので、どちらがいいかなかなか言えないところは正直あるんですけどね。でも、まあまあ、盗まれたものは返すべきだったと思います。こんな風にあるわけです。すごく、雰囲気あっていいと思いますね。ぜひですね、エジプトに行って、サッカーに行くことがあれば、サッカーにはいるもの、見るものいっぱいあります。階段ピラミッドもあれば、ウナス王のピラミッドの地下には、ピラミッドテキストが彫られた場所があったりですね、他にも、貴族のマスターボとか行くと、すごいいろんな壁画とかレリーフがあって、美しいものもたくさんあるんですけど、セラペウムもいいですよ。夏に行くといいですよ。涼しいから。そういうこともあるので、ぜひですね、エジプトに行ってサッカーに行く機会があれば、チャンスをね、時間を作ってセラペウムを訪れてほしいなと、僕は思います。ちょっと違うところをね、見るのもエジプト旅行のいいとこかなと思います。そろそろ、旅行をね、解禁になって、ゴールデンウィーク、そして、夏休みと、大学生のね、人も行くようになるでしょうね。そうなるとまあ楽しくね、エジプト人も楽しい、我々も楽しいという時期がやってくるでしょう。地球の歩き方も新しいバージョンがそろそろ出るでしょうね。そういうのを抱えていってもらえばすごくいいかなというふうに思いますね。ということで、本日はですね、この巨大な石棺がたくさんあるですね、サッカラのセラピウムを、の紹介をいたしました。まあ僕はね、先ほど言ったみたいに、ちょっと長く言ってませんけどね、今年いけるかな？わかりませんけど、ちょっとまだ行って、見てみたいなと思います。はい。ではですね、本日はここまでということにしましょうかね。はい。ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録その他よろしくお願いします。はい。では失礼します。